はい、皆さんこんばんは。それではエビルなんですね、続きをやっていきたいと思います。さてと、前回はマスクを手に入れたところで終わったんですけども、終わったとか終わりにしたんですが、最初からちょっとこのね、やり直すとどうなるのかなと思ってさっきチェックしたんですけども、どうやら解放した絵とか手に入れたこのマスクパーツはそのままみたいです。なのでマスクパーツさえ手に入れればそこでセーブされるという状況みたいですね。なので完全な鬼畜仕様ではないようです。ありがたいですね。ということで前回の続きができるので、学校の中に飛んでった聖杯みたいなやつですね、あれを探すとこから始めていきましょう。大きいか。進行状況は、なんもないか。一応セーブされるけど、電源とかは、ロッカーキーか。は、再び、やっていかなきゃダメっぽいですね。やっぱそうですね。閉まってるね。で、ちょっと今困っちゃったね。一回ぐるっと回ってこようか。追ってもらいましょう。後ろから追われてる分には、ね、前には絶対いないってことなんで追われた方が楽ですよね。一旦奥まで行っちゃうか。うるさいから音楽消しましょう。あ、あった、あったよいきなりあったよ。これだよ、これ。ちょっとね、ケーブルも探すとこあったね。これをセットすることによって、前回もそうだったけど、そこにいた見えなかったそっち側にいたのか。これをセットすることによって新しくフラグが立って、新しい部屋と新しいアイテムが多分マップに追加になると思うのね。ちょっとごめんなさい、今ちょっと油断してました。階段の方を見たらか、内側にいたみたいで、ね、ちょっと余裕ぶっこいちゃいました。で、なのでまずはフラグを立て、ん、なんだ、フラグを立てまし、いやいやいや嫌な予感するなと思ったら、ケーブル繋いでねえからな。あんまり早いと通り越しちゃうから大丈夫かな。しつけえ野郎だな、本当に。先にケーブルやっちゃいます。これやんなきゃいけないんでやっちゃいますね。ここで、ここ注意。 OK、 あんまりインコース入らない方がいいね。 OK、 一発殴られちゃいましたけど、ふう、これで新しいフラグが立つはずです。で、そのランダムっぽいね。次に何が来るか。次のお題は何かはランダムっぽい。よし。さあ、何が来るかな。はあ。何よくわかんないよ。次の、が始まったようです。レシピ。取るか。ちょっと待ってね。レシピ法クラフティング、なんだろうね。飴だかガムだかの瓶と、なんだろう、銃みたいなやつと、なんだろうこれ、コーラみたいな。まあ、コーラは自販機あるよね。レシピっていうから
のクラフティングだから多分この3つのアイテムを集めることによって武器が出来上がるかな。で今回のお題がネズミだね。ネズミが多分これはマスクを加えてるのか。銃を作り上げて、ちょっと読めねえな。インセルでエレベーターのところに持ってけって言ってもよくわかんねえな。まあいいや。多分これでアイテムが、この3つのアイテムが、この学校のロッカーにセットされると思うので、それを探し出せばいいのか？違う、エレベーターにこのレシピをかけなきゃいけないのか。エレベーターってどこだっけ？エレベーターこれか。これだ。ああ、ここだね。ちょっと待って、どうすんだ。ちょっと待って、どうすんの？ん？どうすんだ、これ。あ、こうか。ちょっと待って、来てる。あれでどうすんの？あの後。あの後どうすんの？来てなくね？エレベーターと探索してえな。やっちゃったー。こっち戻ってきやがった、こいつ。なんて勘のいいやつ。あそこにかければいいのか。しかも、よくわかんないな。ちょっと待って。まあいいや。マップを探索すれば新アイテムが手に入るかもしれん。開放になってるけど、ここには何もないな。一個一個部屋を見ていこうか。あいつ、ほんとあれだな。先回りうめえよな。あそこに札をかける意味って何なの？入れないね。違うところで解放なんの？要はそしたらじゃあまた上行ってみるか。エレベーターの あったんじゃない？ほらクラフト？例えばこれをビデオテープもあんね。その場でクラフトってできないだろうから、あの札をかけて、でこういうとこいけねえかな。このアイテムをそのエレベーターの中に。あった、コインだ。よし、これでコーラが買える。ん？来ちゃった。あのエレベーターにこのアイテムを入れて、3つアイテムを入れて、エレベーターを動かすと合成してくれるんじゃない？引っかかってない、あいつ。一回巻くか。一回巻こう。コインの場所は分かった。で、これも置いてこようか、じゃあ。ってことは、多分この中に、ほらほら、当たりだ。よし。札をかけ、ちょっと待ってね。コインの場所は分かったから、あと、あとは銃の先っぽですね。をどっかで手に入れれば。ルールは分かった。銃の先っぽか。まあ、先にコーラやってきた方がいいかな。どうしようかな。
まあ一応チェックしようか。この先にもありそうだな。バールを持ってくれば先見れるね。ヤギ頭、ヤギ頭も完成させれば、また30秒、ん？あ、手のマークついた？気のせいか。あ、これか。30秒間シスターを亡き者に。こういうとこ行けんの？ダメか。新エリアとか。あ、ミニゲームルームチャプター。あー、なるほど。はいはい。上行っちゃったな。違うところで。来た来た来た。違うところで、やれば、うん、違うシナリオの時にあそこ行けるってことだね。ミニゲームチャプターって書いてあった？はいはいはい。いいですね、いいですね。なるほど、そういう風にして少しずつ解放していくのか。じゃあ、わかんないところもとりあえずクリックしとこうか。あ、もう一個あった。コイン取りてえな。あと一個なんだっけ？羽か。羽か翼があれば、一回、あれだな。30秒間のアドバンテージが。でも今色が違ったもん、そもそもね。ね、あそこ色違うもんね。あと、じゃあこのコインを運んで、コーラを。コーラ？ナイス。よし。よし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 、いいぞ。あんじゃん。ちょっと待って。来てる来てる。あんじゃん、銃の先っぽ。完成したんじゃない？これで。これであとは、これを合成して、ネズミを見つけて、撃っていなきゃか。どこにいるかわかんねえんだよな。よし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 。オッケー。よし、取った。スタート！What？ メカニズムリスティ、ちょっと来てる来てる来てる。メカニズムリスティ、錆びてる錆びてるか。錆びてる？錆び？ちょ、まだアイテム必要なのか。じゃあクレ556が必要だね。556か。オイルかな？オイルか。ちょっと待ってくれ。オイルが必要なのか。閉めちゃったか。どこにあるかな？上か？あ、やっちゃった、また。バールもどこだろうか。こっちの方もっと見てみるか。この辺あんま探索してないし。ちょっとあ、なんだか、どいてくれ。あ、バールあった。あ、ネズミいた。よし。あぶねえ、出なくてよかった。オイルかな、多分。オイルあたりのものをしょんぼりしてる。探して、これバールがあるってことは多分あっちのエリアにあんのか。
あ、あるじゃん、あるじゃん、あるじゃん、オイル。OK、これでいいんだ。ネズミどこ行ったよ。あ、いたいたいた。あ、いた、なんか加えてる。はあ。あのままじゃ取れないのかな。ちょっとじゃあ、オイルを使って。くんなよ。20セカンド20秒どっちから行く、どっちから行く、20秒待てと。本当に20秒。 OK、 来た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 。あい、ネズミ。ラジオ使えるんだけどな。そい、このガンってさ、ネズミ以外にも使えるのかな。でももうまあ、あのあれやね、完成はしたから、もし捕まっ、 いるな。今取り抜けるべき。よし、これや。よし、こっち側におびき寄せたいな。まあ、いなくなるまで待つか。いなくなってくんねえかな。まだそっち側にいるかな。今通った音したよね。気のせいか。いや、いないな。ネズミさんどこ？あ、いた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 。ショット、ショット、ショット。当たった当たった。よし。ナイス。あ、待って、これ来るんじゃない。いやー、ちょっと効かねえ。こいつ効かねえ。何あれ、顔に当てなきゃダメなのかな。胴体にガムついてるけど動じなかったね。なんだよー。でもゲームオーバーになるわけいけないから、あれを回収して次に行きたい。マスク回収。よし、いいよ。見つかったのはいいよ、全然。見つかった方がありがてえよ。よし。分かってきたよ、ゲームルールが。この。ガムガンみたいなやつは、胴体に打っても、あれ顔に当て、なんか体についてたけど意味ないのかな。ちょ、追われてるかもしれないから注意だな。むしろ呼び出して、後ろから回った方が、ありがてえんじゃないのか。そういうことだよね。ちょっと今ギリギリすぎたけどね。よし。いやー、危ない。よく結構殴られちゃったな。危なかったな。まあ皆さんにスリルをお届けできてよかったかなと。オッケー、これで2個目のマスクゲット。ぴょん、コンプリート。また行ったよ。